実は階段、いつ頃から読み始めたんだろうなと思って、まあ、怖い話自体はそのテレビであの結構、まあ、僕ら子供の頃はあはやってたわけじゃないですかその昔はあの幽霊の映像100連発とか100連発があったっけなんかあったんでそういうのもなんかあの短いのでちょっと再現映像がいっぱい続くとか100連発が聞いちゃうと全部ハードコアのあれを思い出しちゃう。 連発って言って怖くねえだろ怖がらせるつもりねえだろンププレコー子供の時はそれでもすっげえ怖かったそれやったよだからそのんかあのンプレイープレイ的にあれだよねそのかえホラー映像の怖い実況するって演目も確かありましたねあっあの12か月連続公演でそういうのもやったりしたけどそういう番組見たりとかしてたからテレビとかなんだかビデオとかはんかイメージあるね でも最初テレビ番組かからだったなアンビリーバボーとか信じられないぐらい怖いやつとか好きなあったあったそうそうんか杉沢村のなんか杉沢村伝説とかねのそのなやつの再現ビデオみたいなすげえ怖かったあとあの時何フィッシュだっけあの何フィッシュあの新しいスカイフィッシュスカイフィッシュだそうスカイフィッシュとかさんかすごい残像っぽいんか虫とかの残像っぽいのがこれはなんか見たことない生物だっていうそ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 う 言い出してこうとかってそういうの見てたりとかあと MMR、うん、っ、ね、漫画の,のマガジンでやってたあれ別に怪階段っていうかどっちかって言うと UFO とか超常現象とかだったけどなんかそれとかとセットで見せた気がするな、うん、ら明らかにだからあの辺のものを摂取した子供が大きくなって今の階段ブーム作ってる感じがある、うんあまあ、ってかほらあと僕は 我々の1999年でさそうそう世界が滅びるっていう「ノスタルダムスの、ね」スダムスの大予言っていうのがまずあって世界が滅びるかもしれないっていう状況をなんかこう育ってきているからさ、うん、なんかそういうのがあったんじゃないかなでも実際でもその実話「海外」読み始めたのはやっぱり「新耳袋で」はいはい、ででそれはあれだと思うあのやっぱりその90年代の日本の,あのホラー映画を見るようになった影響で。はい 実は新耳袋もその映像化されてたしそこから入っっていいたんんじゃないかななかかそれがやっぱりその今まで今まではやっぱりその因果因果関係がさ、うん、結構、うん、なんでこの幽霊がこういう幽霊が出るのかがはっきりしてるとか実はそこで殺人事件がありましたとか何かそういうちゃんとその因果はっきりしたんだけどなんか全然そんでもなくあのあと 怖くない話もあるっていうか、なんだかよくわからない話。その語った人がこういう体験したんですよって言った通りに、今、まあ、起こった出来事が書いてあるっていうか。で、それが幽霊か何なのかわからないけれど、なんかそういう話も載ってたりして、それ読んでびっくりしたっていうのはまずありますね。あの死、耳袋でってこと。そう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 。うん、あの、今まで読んだことない感じの怖い話だっていう。のからいろいろ。その。うん 超怖い話シリーズとか読み始めてとか他のその怪談作家さんの本も読み始めてっていうふうに広がっていったなと思いますね。